ャドウズ TV 略してカゲテレ9月号です。今月もデラックス一門の愛理がお届けします。楽しい夏も終わりに近づいてきました。皆さんは思い出たくさんできましたか？花火を見ましたか？海に行きましたか？私はですね、毎日路上ライブですっかり小麦色です。皆さんもですね、夏バテとか熱中症に気をつけて、どんどんライブに出かけましょう。それでは今月の参加アーティストを紹介していきましょう。今月の参加アーティストは高潔智秀、アイス、デラックス一門、ヒデとヨーリョーの総勢5組です。まず最初は高潔智秀。カゲテレではおなじみのプリンスです。今回はトップバッター、盛り上げ隊長として一気に会場を沸かしてくれました。それではどうぞ。フェスタエスタで出させてください。
ベストアイスタンプをお願いいたしました。2番目はアイス。お久しぶりです。アイスの曲はアニメのテーマソングになりそうなオリジナルの曲です。わかりやすいメロディーラインなので皆さん一緒に歌っちゃいましょう。僕らに変えて
私デラックス一門です、今回、会場のみんなと一つになって楽しい時間を過ごすことができました。今回のコンセプトは本能のままに暴れる堕天使でしたが、皆さんの目にはどう映るのでしょうか。この夏、この暑さを楽しさに変えていきたいと思います。トコナツだThank you.
はヒデト。カゲテレには初登場なんですが、東京で活躍されていてベテランのアーティストです。アコースティックギターが心地よくて夏にぴったりでした。カゲテレでまた、ご一緒したいです。おとぎ話の左。
テンションが上がっております。でもそれは多分こうやって盛り上がってくれるみんなのおかげだと思います。もうちょっと楽しんでいきましょう。ナナコのビアオキー、ありがとうございます。みんなで一緒に一本指を「人生の中のビアを聴いて」
ーサルミュージックのカモさんからコメントをいただきました。今回コメントをいただいたのはカモアーティスト。
ですけど、よろしくお願いします。すみません。これどうやってやるのこれ？ですね。アイコン。あ、持ってるんだけ。これだけですよ。これでも音が出るの？音出ますよ。本当に。すごい。これすごい。めっちゃ歪んでるよ今。みんなには聞こえないね。残念だね。バッチリ。ご足労ありがとうございました。はい、では仕事に戻ってください。はい、どうも。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。これね、録音もできるんだよ。でもね、録音の仕方がわかんないから。サクちゃん呼ぶか。来た。あ、サクちゃん。ごめんね、何度もごめんね。あのね、これ録音できるっすよ。ああ、これを押すと、うん、レコーダーがあるんです、ね。うん、なるほど、まあ。トラックごとに撮れるんですけど、とりあえず、まあ、1トラックごとに。もう完璧。ありがとう。もう戻って仕事してください。はい、さようなら、ありがとうございました。ずーっと同じ音で弾いてんの。ずっと同じ音変えられる？変えられると思うんだけど、やり方がね、もうなんかいじってわかんないんだ、私こういうの。サクちゃん呼べばいいんだ。サクちゃん呼ぼう。サクちゃん、ごめんね。ごめんね。あのね、さっきからね、これ音変えたいんだけど、はい、音がね、変わんなくって、はい、すいませんけど、変え方を教えていただけますか？わかりました。ありがとうございます。はい、ともう鑑定仕事してください。お疲れ様です。すいませんでした。怒ってた。サクちゃん怒ってた。これメモリーってどうやんだろうな、音の。わかんないから。怒ってた。サクちゃんだな。電話電話。もしもし。あ、サクちゃん。切られてるし。ついにお疲れ様でした。怒ってる演技バッチリじゃないですか。ゴンガシホのフルスロットルブランブルーフルスロットフルスロットフルスロット。そしてお待ちかねのこのコーナー、ゴーゴーカスガイダー。春日井市のローカルヒーローの春日井川がいろんな街を訪問していくコーナーなんですが、今回はどこに行ったのでしょうか。さあ、今回も始まりましたザ・スポーツ TV 大人気コーナー GOGO 春日井が紹介するのは、春日井ローカルヒーロー春日井川と、私春日井市在住東海地方中心の音楽活動するショッキングソフトさん、高潔智出がお届けします。今日ご紹介するのはこちらだ。
ついに配っちゃうわ。ありがとうございます。よろしくお願いします。さすがガーです。これで君も脱出を向かうぜ。イエイ。さすがガーと申します。よろしくお願いします。お願いします。イエイ。さすがガーですが、よろしくお願いします。イエイ。よろしくお願いしますわ。さすがガーです。よろしくお願いします。イエーイ。さすがです。よろしくお願いします。イエーイ。さすがです。よろしくお願いします。イエーイ。よろしくお願いしますが、イエーイ。さあ、それではいろいろインタビューしていきたいと思いますが、まずお掃除ユニット名古屋クリアーズというのはどういうユニットなんですか？はい、私たちは「街はみんなのゴミ箱じゃない」をキャッチフレーズにお掃除の歌を歌ったり、実際にあのゴミ拾いのボランティアに参加してお掃除の大切さを伝えているアイドルユニットです。お掃除ユニット名古屋クリアーズさんは皆さん資格を持ってるらしいんですけれども、どんな資格を持ってるんですか？はい、私たちは掃除検定5級を持っています。汚れについて、どんな場所が何製の汚れ落とし方がいいのかっていった、そういった勉強をして、無事全員取得できました。イエイ。額とかもあってね、すごい豪華な額が届いて、それからどんどん今5級なんで4級とか3級とか受けていきたいなと思っています。それではお掃除ユニット名古屋クリアーズさんのメンバー紹介、それぞれお願いします。はい、今日も身長は低いんですけど、名字は高い高井由里です。班長やってます。よろしくお願いします。はい、副班長の天音蘭太です。アニメ大好きアニオタなんで、よろしくお願いします。はい、ディズニー大好き最年少14歳のくるみことくるみです。よろしくお願いします。はい、前村大好き中学3年生15歳の長岡鈴香です。よろしくお願いします。はい、セクシー担当の大阪出身大阪在住の南ゆりです。ゆりと呼んでください。よろしくお願いします。はい、現場大好きシャイガール崎山こと一丁崎です。よろしくお願いします。はい、パンダ大好き高校2年生ミッキーこと角見美月です。よろしくお願いします。はい、和菓子大好き現役大学1年生の春子太陽春野です。よろしくお願いします。それではお掃除ユニット名古屋クリアーズさんは普段どんな活動をしているんですか？はい、お掃除ユニット名古屋クリアーズは、第1、第3水曜日に NPO 団体さんのグリーンバードさんにて、私たちゴミ拾いのお掃除活動をしているんです。はい、皆さんも手ぶらで参加できるのでぜひ参加してみてください。そして私たちライブもたくさんやっています。木曜日の定期公演、そして土日のライブたくさんやっているので皆さん応援してくださいね。お掃除ユニット名古屋クリアーズさんは CD も発売されているようなんですけども、そちらを詳しくお聞かせください。はい、今発売中の名古屋クリアーズのファーストシングル「ほうき星」です。イエーイ。はい、この中に入っている曲は3曲ともお掃除をコンセプトにした曲となっています。皆さんぜひこれを聴きながらお掃除してください。まだゲットしていない方はぜひゲットしてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、私が今持っているのはライブ会場限定版のジャケットとなっています。もう一種類 CD ショップにての通常版も売っているので、こちらもライブ会場限定版なのでライブにぜひ来て買ってください。お願いします。お願いします。私たち名古屋クリアーズはメンバー全員 Twitter をやっています。ぜひ検索してみてください。そして私たちはアメーバ公式にて名古屋クリアーズのお掃除計画というブログをやっています。こちらにはメンバー全員更新したり、またイベントの詳細も載っていますので、詳しくはこちらぜひ見てください。Let's be the
今日はお掃除ユニット名古屋クリアーズさんと一緒にお届けしました。次に行くのは君の街かもしれない、ゴーゴーカスカイガー。今月のカゲテレいかがでしたでしょうか。やっぱり夏だからなのか、最初から最後まで皆さん大盛り上がりでした。だがしかし、まだまだ9月も暑いですよ。なんと9月14日土曜日はカゲテレ10周年記念ライブです。さらにですね、デラックス一門としましてはワンマンライブが終わり、ワンマンお疲れライブとして参加させていただきますので、また皆さんと楽しい時間を過ごせたらなと思っております。まだ間に合う方はぜひお越しください。詳しくはデラックス一門で検索。それでは来月号もお楽しみに。デラックス一門のあゆでした。バイバイ。今日は本当にたくさんの人に見てもらえて嬉しかったです。ラスト夜を送るバラード旅立ちました。今日は本当にどうもありがとう。偶然巡り合ってかんでこれなくね、嬉しかったです。本当に本当に見てくれてどうもありがとうございました。ヨーリョーでした。